闇の絵巻最近東京を騒がした有名な強盗が捕まって語ったところによると彼は何も見えない闇の中でも一本の棒さえあれば何里でも走ることができるというその棒を体の前へ突き出し突き出しして畑でも何でもめくらめっぽうに走るのだそうである。 私はこの記事を新聞で読んだとき、そぞろに爽快な旋律を禁じることができなかった。闇。その中では我々は何を見ることもできない。より深い暗黒がいつも絶えない波動で刻々と周囲に迫ってくる。こんな中では思考することさえできない。 何があるかわからないところへどうして踏み込んで行くことができよう。もちろん我々はすり足でもして進むほかはないだろう。しかしそれは苦渋や不安や恐怖の感情でいっぱいになった一歩だ。その一歩を完全と踏み出すためには我々は悪魔を呼ばなければならないだろう。 裸足であざみを踏んづける。その絶望への情熱がなくてはならないのである。闇の中では、しかしもし我々がそうした意志を捨ててしまうなら、何という深い安堵が我々を包んでくれるだろう。この感情を思い浮かべるためには、我々が都会で経験する停電を思い出してみればいい。 停電して部屋が真っ暗になってしまうと我々は最初何とも言えない不快な気持ちになるしかしちょっと気を変えてのんきでいてやれと思うと同時にその暗闇は電灯の下では味わうことのできない爽やかな暗息に変化してしまう深い闇の中で味わうこの暗息は一体何を意味しているのだろう 今は誰の目からも隠れてしまった。今は巨大な闇と一女になってしまった。それがこの感情なのだろうか。私は長い間、ある山間の療養地に暮らしていた。私はそこで闇を愛することを覚えた。昼間は金毛のうさぎが遊んでいるように見える。 谷向こうの枯れがや山は夜になると黒々とした衣服に変わった昼間気のつかなかった樹木が異形な姿を空に表した夜の外出にはちょちんを持って行かなければならない月夜というものはちょちんのいらない夜ということを意味するのだこうした発見は 都会から不意に山間へ行ったものの闇を知る第一海底である私は好んで闇の中へ出かけた谷際の大きなシイの木の下に立って遠い街道の孤独な伝統を眺めた深い闇の中から遠い小さな光を眺めるほど感傷的なものはないだろう 私はその光がはるばるやってきて、闇の中の私の着物をほのかに染めているのを知った。またあるところでは、谷の闇へ向かって一心に石を投げた。闇の中には一本の柚子の木があったのである。石が葉を分けてカツカツと崖へ当たった。ひとしきりすると闇の中からは、 猛烈なゆずの匂いが立ち上ってきたこうしたことは療養地の身をかむような孤独と切り離せるものではないある時は岬の港町へ行く自動車に乗ってわざと白母の峠へ私自身を遺棄された深い警告が闇の中へ沈むのを見た夜が更けてくるに従って 黒い山々の尾根が古い地球の骨のように見えてきた彼らは私のいるのも知らないで話し出したおい、いつまで俺たちはこんなことをしていなきゃならないんだ私は療養地の一本の闇の街道を今も新しい印象で思い出すそれは谷の下流にあった一軒の旅館から 上流の私の旅館まで帰ってくる道であった谷に沿って道は少し上りになっている34丁もあったであろうかその間にはごくまれにしか伝統がついていなかった今でもその数が数えられるように思うくらいだ最初の伝統は旅館から街道へ出たところにあった 夏はそれに虫がたくさん集ってきていた。一匹の青ガエルがいつもそこにいた。伝統の真下の電柱にいつもぴたりと実をつけているのである。しばらく見ていると、その青ガエルは決まったように後ろ足を変な風に曲げて背中をかく真似をした。伝統から落ちてくる小虫がひっつくのかもしれない。 いかにもうるさそうにそれをやるのである私はよくそれを眺めて立ち止まっていたいつも夜更けでいかにも静かな眺めであったしばらく行くと橋があるその上に立って谷の上流の方を眺めると黒々とした山が空の正面に立ちふさがっていた その中腹に1個の電灯がついていて、その光がなんとなしに恐怖を呼び起こした。バーンとシンバルをたたいたような感じである。私はその橋を渡るたびに、私の目がいつも何となくそれを見るのを避けたがるのを感じていた。下流の方を眺めると、谷が背をなして、 ゴーゴーと激していた背の色は闇の中でも白いそれはまた尻尾のように細くなって下流の闇の中へ消えてゆくのである谷の岸には杉林の中に炭焼き小屋があって白い煙が切り立った山の闇を這い上っていたその煙は時として街道の上へ 重苦しく流れてきた。だから街道は日によってはその樹脂臭い匂いやまた日によっては馬力の通った昼間の匂いを残していたりするのだった橋を渡ると道は谷に沿って登ってゆく左は谷の崖右は山の崖行く手に白い電灯がついている それはある旅館の裏門でそれまでのまっすぐな道である。この闇の中では何も考えない。それは行く手の白い伝統と道のほんのわずかの勾配のためである。これは肉体に課せられた仕事を意味している。目指す白い伝統のところまで行き着くといつも私は息切れがして、 往来の上で立ち止まった呼吸困難これはじっとしていなければいけないのである用事もないのに夜更けの道に立ってぼんやり畑を眺めているような風をしているしばらくするとまた歩き出す街道はそこから右へ曲がっている谷沿いに大きなシイの木がある。 その木の闇は至って巨大だ。その下に立って見上げると深い大きな洞窟のように見える。フクロウの声がその奥にしていることがある。道の傍らには小さなあざがあってそこからさしてくる光が道の上に押しかぶさった竹やぶを白く光らせている。竹というものは 樹木の中で最も光に感じやすい山の中のところどころに群れ立っている竹藪。彼らは闇の中でもそのありかをほのじろく光らせるそこを過ぎると道は切り立った崖を曲がって突如広々とした展望の中へ出る寛解というものがこうも人の心を変えてしまうものだろうか そこへ来ると、私はいつも今が今まで私の心を占めていた煮えきらない考えを奮い落としてしまったように感じるのだ。私の心には新しい決意が生まれてくる。ひそやかな情熱が静かに私を満たしてくる。この闇の風景は単純な力強い構成を持っている。 左手には谷の向こうを夜空を区切って爬虫の背のような尾根が延々と張っている黒々とした杉林がパノラマのように巡って私の行く手を深い闇で包んでしまっているその前景の中へ右手からも杉山が傾きかかるこの山に沿って街道が行く 行く手はいかんともすることのできない闇である。この闇へ達するまでの距離は百メートル余りもあろうか。その途中にたった一軒だけ人家があって、カエデのような木が幻灯のように光を浴びている。大きな闇の風景の中で、ただそこだけがこんもり明るい。 街道もその前では少し明るくなっているしかし前方の闇はそのためになお一層暗くなり街道を飲み込んでしまうある夜のこと私は私の前を私と同じようにちょうちんなしで歩いていく一人の男があるのに気がついたそれは突然 その家の前の明るみの中へ姿を現したのだった。男は明るみを背にして、だんだん闇の中へ入っていってしまった。私はそれを、一種異様な感動をもって眺めていた。それはあらわに言ってみれば、自分もしばらくすれば、あの男のように闇の中へ消えてゆくのだ。誰かがここに立って見ていれば、 やはりあんなふうに消えてゆくのであろうという感動なのであったが消えてゆく男の姿はそんなにも感情的であったその家の前を過ぎると道は谷に沿った杉林にさしかかる右手は切り立った崖であるそれが闇の中であるなんという暗い道だろう そこは月夜でも暗い。歩くに従って暗さが増してゆく。不安が高まってくる。それがある極点にまで達しようとするとき、突如、ゴーッという音が足元から起こる。それは杉林の切れ目だ。ちょうど真下に当たる背の音が、にわかにその切れ目から押し寄せてくるのだ。 その音はすさまじい、気持ちにはある混乱が起こってくる大工とか左官とかそういった連中が谷の中で不可思議な酒盛りをしていてその高笑いがわっはっは、わっはっはと聞こえてくるような気のすることがある心がねじ切れそうになるするとその途端、道の行く手にパッと一個の伝統が見える 闇はそこで終わったのだもうそこからは私の部屋は近い電灯の見えるところが崖の曲がり角でそこを曲がればすぐ私の旅館だ電灯を見ながら行く道は心安い私は最後の安堵とともにその道を歩いて行くしかし霧の夜がある 霧にかすんでしまって電灯が遠くに見える行っても行ってもそこまで行きつけないような不思議な気持ちになるのだいつもの安堵が消えてしまう遠い遠い気持ちになる闇の風景はいつ見ても変わらない私はこの道を何度ということなく歩いた いつも同じ空想を繰り返した。印象が心に刻みつけられてしまった「街道の闇」闇よりも濃い樹木の闇の姿は今も私の目に残っているそれを思い浮かべるたびに私は今いる都会のどこへ行っても伝統の光の流れている夜を 薄っ汚く思わないではいられないのである。